い、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日ははい、2階の、はい、この上のね、はい、3畳か4畳の部屋、小部屋ですね。そうそうそう。あそこにちょっとレトロゲームを置こうかなと。そうですね、なんかまあ、はい、思ってます。もうこの始まりやったらね、なんかワンチャン案件かって思うかもしれないけど案件とかでも何でもなく、何でもなく、ただ外が雨ってことで、室内で作れるような遊び道具を、レトロゲーム機、うん、を作ろうかなと、作ろうかなと、はい、思います。はい、人世代だとスマートボール、スマートボール、はい、俺らパチンコパチンコ言ってたけどですね。でも僕が知ってるスマートボールは穴が開いてて、うん、そこにスポッてはまっていくやつ。ああそうかそうかですね。改良したらね全然穴開けるんだけど、もう今回はもう下に落ちるだけみたいなやつで、あの釘を刺して、はい、コロコロコロンって転がっていくやつですね。そうそうそう、はい、そっちを作ろうかなと思います。はい、まあ、でも材料は買ってきました。はいはい、木と板と木、支える棒かな。なんか想像はできるんですけどね、うん、うまく作れるかは。こっちに釣りを囲む準備してる。あ、そうなんですよね。よくあるやつですね。これの上を転がっていく感じで。そう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 、はい、はい、じゃあ作っていきます。はい、いろいろ長さがありますが。結構ありますね、長さが。はい、ここですね。はい、じゃあもう一本これ。はい、ここですね。枠はもう全部使う感じで、この板の。もうこれ使っちゃおうかなと。もう、はい、ちょっと長めにやっちゃおうかなと。 OK です。で、ああそうですね、そうですね。これでここをビー玉が通っていく。そうですね、感じで。これはこう。そうですね、そうです、そうです。で、一応はい、こちら、はい、ボンド、ボンド買ってきましたので、はい、一回枠を作ってボンドでピッてつけて、はい、その後に釘で止めて、はい、で枠作りからの、はい、これでここに、まあ、好きなように刺していく感じですね。刺していく、はい、了解でございます。はい、その釣り岡でしょの紙あるやん、はい、こいつで貼っ付けてしまえばいいんじゃねえかと。ああ、はいはい、透明テープで。透明テープ、了解です。よし、切れた。じゃあボンドでつけていこう、はい、結構つけた方がいいかな。まあ、はみ出さない程度に。こういうとこまだね、DIY に関してはもう自慢まだ弱敗もないけど、ね、弱敗も弱敗。あっ、いや、いいよ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 。でもこういうレトロゲーム家にあったら子供さんめっちゃ喜ぶんじゃないですか。うん、確かに。俺、小学校の時もこれ作ったんよね。あー、なんかね、あ、でもそういえば作った覚えあるかもしれん。自由研究じゃねえや、なんか、そんなんで、はい、こういうパチンコのスマートボールか、はい、のキットが売ってあります。あー、2000円前後ぐらいかな。はい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 、で、売ってあるので、小学生とかのなんか工作にぴったしと。ぴったし、しかもずっと遊べると。そう、こんなでかくないけどね。そうですね、これの半分ぐらいじゃない、ここぐらいじゃない、うん、そんなもんとは思う。じゃあそしたら反対側もお願いします。はい、はい、さあちょっと待ちまして、一応乾いたんですけど、くせ者がいましたね、はい、この一本だけものすげえ曲がって浮いちゃってて、曲がりに曲がってるんで、でもう最終手段、はい、ビスで打ち込みます。はい、お願いします、師匠。これね、一番短いやつで、これギリギリなんや。ほんまや、グッと入り込んだら終わりなやつ。そう、すごいライトが光ってる。バッテリーがまさかのまさかのバッテリーが切れた。怖いな、やりすぎたら終わりだもん。よし、はい、いろいろ悩みつつ、ゴールとりあえず決めとかないとねっつって、はい、とりあえず下にこうポンって止まるように作って、はいはい、両脇開けます。はい、
こんな感じで両脇開けて、これすり抜けたら当たりなのか外れなのかようわからんけど、そこもまあ後から決めて、後から決めて、はい、とりあえず、はい、これでこの両サイドですね、両サイド開けて、はい、ちょっとビー玉開けてみようか。はい、いい、あ、取れ、ね、取れます、取れます、こっちも、あ、取れます、取れます、 OK OK OK、 はい、まあ、当たりか外れかようわからんけど、はい、それではくっつきましたので、ある程度くっついたので、はい、ちょっとこれは裏から、はい、ちょっと長いビスないんで、ちょっと短いやつしかないので、はい、裏から打ちます。はい、何の迷いもなくいきます。うまく、あー、完璧ですね。完璧よ。完璧です。よし、はい、で、ここから、はい、今度ジン君にしてもらいたいのはここかな。そこですね。まあ適当にとりあえず曲げていく。うん、はい、で、それで曲げていく。ちょっとずつ温めて曲げる、温めて曲げる。おー、はいはいはい、ちょっとグニャーってなった。職人技やけんね、これは。あー、曲がった、すごいすごい、結構、そう、だけ短く短くじゃなくて長めにちょっと持って曲げた方が綺麗な R ができる。おう、パチって言った。はいはいはい、いいですよ、いいですよ、いいですよ。おおおお、まあ、これし始めたらもう DIY ちょっと一気に中級上級になっていくんじゃない。そうです、なかなかしないですね。はいはいはい、はい、もうだいぶ曲がってきたもんね。あとここ、ここですね。よし、これちょっと当ててみよう。はい、ノコギリでここブワーって穴開けて、あ、カバンって入れてしまえばいいけど、それかビスで止めるかですよね。うん、ビスで止めるとちょっと段差が生まれるけ、玉がそこでカンってなる可能性もある。ノコギリでいきます。はい、あの、なかなか苦労しましたね。ここで切る。そうやね、その辺で切っていいんじゃないかな。この辺で切って、ここにはめ込む感じで。はい、じゃあ切りますか。あーあああ、こんな硬いっすか、竹って。お、お、おす、うわっ。まあ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 、しょうがないよ。しましょうか。え、ちょっと手本、大丈夫ですか。これ切れないですもんね。竹はちょっと手強いですね。こう縦にすると、はい、割れやすいです。うん、で、刃を極力横に持ってきた方が割れない。なんか違う、ノコギリ変えました。変えてないよ。え、そんなスムーズになりませんでしたよ、僕。力の入れすぎだね。あ、下にギューって押さえつけてやろうとするとそうなる。え、そんな、そんなバカな、こういうことです。そんな手強い竹を一瞬で。え、こういうことです。長いんでね、DIY が。ちょっと、ちょっと DIY、まだまだでした。すいません、ありがとうございます。はい、お、いいんじゃね。おー、入った。お、すごいすごい、ほら、すごい綺麗、曲線ができたよ。めちゃくちゃ綺麗で、こっから釘打ちですわ。つか、これか。あ、それがあるな。着々とテープを貼ってってるんですが、ですが、見てください、この、わかりますかね、クシュってなってこう段差ができちゃったっていうね。こういう、こういうとこ、こういう不確定要素もありのパチンコ。そうですよ。お、手作り感満載ですよ。これも味です。味です、味です。まあね、これはあの、誰でも家で印刷して、うん、難しいことしてなくてもできますよっていうあれですよね。そう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 、テープで貼って、そう、
ってキャラクターのパチンコができますよっていう。気になるこのテープの。ダメダメ、気にしちゃダメ。恥です。気にしちゃダメよ。ここでビー玉の滑りが変わってくるんで。はい、じはい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 いですよ、このキラキラが。で、ゴムを買ってきました。はい。おお。多分これで、これだけでいいんですよ。結構です。一回転がしてみます。ごじょごじょ結構。ああ、でもいい感じかも。ちょうどじゃないですか。お、おっとっと。はい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 ではでは、はい、こっからもう釘刺していく作業です。はい、やっちゃんはこれが何なのかがわからないだろう。これをですよ。あ、わかったわかった。もうわかった。わかった。で、つなげてこう弾く。そう、ね、これをかける。おぉ、弾いた。パイーン。パイーン。幸せですね、こんな感じ。これで笑えるのは。楽しい。思ったよりボヨーンって弾きますね。楽しい。よし。よし。あとはもう適当にガンガン釘打っていこうよ。はい。こんなもんかな。お前お前待って、このバネの力で。いいじゃないですか、下品さ。これ当たったら結構ボーナスなんですけどね。そう、見ます、これ直樹さん。この股間に行ったらチーンって。一気に下品極まりないパチンコになって。傾斜こんなもんですかね。そうね。あはよう当たりましたね、今ね。いいよ。あ、でもここに行き過ぎるのも嫌やね。おこれで分からんくなったでしょ。ああ。下品。ある意味当たったらもうちょっとしたなんか点数入っていい。そう、なんか嬉しいもんね、当たったら。100。あ、もうかなり強めで結構分からんくなったっすね。うん、ああ、いい感じかも。ほんま力加減でだいぶなんよ。うん、よし。おお。じゃあこれ後ろつけましょうか。いいじゃないですか。棚、壁にこうつけるやつ、うん、これでいいや。よし、完成。完成。おお、ワクワクしますね。いいんじゃないでしょうか。まあいいっすね。完成じゃないっすか。予定ではほんと2時間ぐらいで出来上がる予定だったんですけど、うん、なかなか。はい、はい、時間かかりました。これ、ここが一番時間かかった。そうですね。その溝が、この溝がむちゃくちゃ。でもめっちゃ楽しいのができましたよ。なんやかんや、すごいいい出来。マジでね。ってことで、はい、ちょっとしたレトロゲームを作りました。はい。
まあ、小学生とかでも作れると思うのでですね、お父さんお母さんとちょっと作ってみてください。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。スリオカサガヨカではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオはスリオカハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。